観測史上最も暑い年になる見通しです。 WMO 世界気象機関は7日、今年の世界の平均気温がこれまで最も暑かった去年を上回り、観測史上最高となる見通しだと発表しました。これを受け、国連のグテレス事務総長は、人類は地球に火をつけその代償を支払っていると述べ、気候変動対策の遅れに危機感を示しました。